球は西岡がややファー寄りでポジションを取っています。キム・ソンスン低いボールこぼれて、ここはどうだ、決まったか、決めたのは西岡大志か。ゴール前混戦の中、FC 琉球が再び勝ち越し、西岡大志です。いや嬉しそうな西岡、今シーズンこれで2ゴール目。低いボール後ろに流れてふわっと浮いたボール、最後押し込んでいったね西岡。大久保そしてジャキットが前にいたんですが、いやいいところにいました西